皆さんこんにちは、ペストでございます。ファミスタ DS2009 ね、続きやっていきましょう。124試合目ですね。中日との最終戦になります。先発はシューさんね。で、シーサイドパーク、さあ地方球場シリーズもね、最後となりますね。先発はシューさんね。近大でしたっけ。落ちないけど、スローボールが右打者には。さあインサイドついて、落ちるんかい。拾いましたね今。ね、2、3振取りましたね。さあ向こうの先発はチェンさんね。これもね、阪神でおなじみの。さあサードに投げた、これは回るぞ。先頭打者ランニングホームランで、今日好調のね、田中修太さん。あはははインサイドか、ボール球振っちゃった。ブランコさんもね、まあ、いつも言うてるけど評価が低い。ああ、行かれた。やられちった。逆風ついてホームランか、すごいなブランコさん。当たればやけどね。今のなんかダイビングキャッチなんか全くする必要なかったのに。ボタンを押してるから。さあということでブランコさんのソロを浴びてね、同点にされちゃいましたね。いい当たり。アンバウンドでフェンスね。これは捉えそう。下位打線になるとね、うちは。清水さんも見た目5割やけど。勝てば言っちゃうよね、気合入ってる時に。ああ、マイク取られた。荒木さんは好調やから抑えとかないとね。わあ、抜かれた。こういう時落ちんでいいよね。あ、危ない危ない。タイガースは9番のシューさんからね。さあ先頭打者、ランニングホームランのって言おうとしたら。ああ詰まった。さあ追加点が取れない。負けるとしたら強化。
急で。ギャンブルか。おっと。追加点が欲しい。サードライナー。だけどさあどころ、これはセンター前抜けた。打ちそうだねしまった試合になってるね1失点、まあ全然合格なんですけどね。ああボールやったな。これ内側にね食い込んでくるボールを出たところ狙いに行くとあれやねんな。一塁線抜いた。長打コース。しかしランナーが両方とも足遅いから。いい当たり。右中間。2点タイムリースリーベース。さあまだワンアウト、4番に回ってきました。ショートの頭を抜く2点タイムリー。そしてバッターランナーは三塁、ゆうせい。あつまらせられたね今のは。タイミング悪かったまさかあそこでピッチャーフラフラやなさあ5点追加しました。だからもう勝ち投手の権利はねあるんですけど、せっかくなんで曲がらんようになってきた。抜かれた。さあ危険なバッター曲がんない。なんとか抑えたね。これは持っていきましたね、強引に。
引っ張り込みました。16号ツーラン。ここでピッチャーを交代。お、いいぞ。放り込みましたね。河川敷ホームランでもなく、95メートルやったら全然立派立派。あー詰まった。はい、ということで3点追加、9対1になりましたね。で、ドラゴンズのラッキーセブン。ピッチャーはまだ、うん、阿部健さんからいきましょう。なんならロングリリーフ可能。ツーベースコース、うん、笹山に合わんか。総力 A でも今のは。一塁線抜くヒット。で、上本ちゃん上げてしまいました。清水さんセカンドライナー。1点の追加で止まりましたね。代打ね。ああ井上さんだ。阿部さんはロングリリーフ行きましょう。いい当たりやったけどピッチャーライナー。あ、ベビーフェイス浅野さんじゃないか。あ、落とした。これはかわいそう。フラグ立っちゃった。ポトリかと思った。最近打球判断が全然ダメやね。阿部さんは3回投げて、うん、締めてもらいましょう。よいしょ。3回投げてセーブつくからね。3回投げればはい、ということでコールドまでには至りませんでしたけどね、リリーフの阿部さんが3回きっちり投げてくれました。
ね、レベル8まで上がりましたね。さあこれで、残るは2チーム。次はベイスターズとの最終節に入りますね。で、先発は頭に戻って下柳さん、あ、そうか、阿部健さん、あれか休養に入っちゃったね。安藤さんの金カード使わずじまいになっちゃったけどはい、ということで、次回は125試合目ですね。今回はここでお別れです。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。